ちは。オルカ鴨川 FC がお送りするオルカスマイルコミュニケーションラジオ、略してスマコミラジオ。担当は私、オルカ鴨川 FC17 番木原梢と事務局白熊ゆきえでお送りします。よろしくお願いします。さて、5月21日土曜日に鴨川市陸上競技場で行われたチャレンジリーグ第6節時和木学園高校戦、オルカ鴨川 FC は2対0で勝利を収めました。この日は晴天に恵まれ、鴨川市内では多くの学校で運動会が行われていました。鴨陸にもその熱気に負けないくらいたくさんのファン・サポーターの方々が応援に来てくださいました。皆さんありがとうございました。さらに会場では2020東京オリンピックサーフィン競技会場招致 PR 活動も行われました。はい、盛り上がってましたね。そうですね、はい、すごいですね。サーファーさんがいっぱい来てます。プロサーファーさんがもうすごくいい色に日焼けされた方々が来てくださいましたね。はい、そうですね。ハーフタイムにもいろいろやってくださったんですよね。PR 活動をして、はい、はい、なんか体験的な。そうですね、試合終わった後はあの選手もみんな体験させてもらってましたけど、はい、あの結構褒められてましたよ。あの感がいいなっていう、やっぱり運動してるだけあって体幹がこう、そうですよね、シャッとしてるから上手なんじゃないって、やってみたら上手なんじゃないって言われてる選手もいましたけどね。へえ、はい、多くの皆さんに、ね、サーフィンの良さを体験していただけたんじゃないでしょうか。はい、ハーフタイムもね、皆さんの前でプロサーファーの方がお手本を見せてくれたんですかね。素晴らしいイベントですね。またこういう風に、はい、あのいろんな、コラボをしてね、オルカ鴨川市を知っていただくのもそうですし、うん、オルカの試合会場を一緒にね、こうやって盛り上げていけたらいいですよね。はい、はい、それではこの試合で今季2点目を決めた23番平野里奈選手のコメントです。平野選手に話を聞いてみたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。今季2得点目 おめでとうございます。ありがとうございます。あのシュートはどうでしたか。シュートというか、トモさんにマイナスと言われたので、うん、まあ、マイナスに蹴ろうと思ったんですけど、うん、なんかすごいパワーがありあまりみたいでそのままパワーに流れてゴールに入ってしまったので、うん、ね、ちょっと笑っちゃうみんなちょっと笑っちゃうシュートだったんですけど、でもすごいね、あれだけスピードで走って、はい、あそこまであんなシュートっていうかキックが行くっていうのはね、はい、いいところだもんね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。初スタメンだったんだよね。はい、どうでした、試合に入る、あの試合の前日あたりにはちょっとうすうす、前日に、うん、あのコズさんに会いまして、はい、ご飯で、あそうだね、でコズさん帰り際に奢ってくれて、やばい明日決めなきゃって思って思った、はい、ちょっとプレッシャーかかった、気合が入った、気合入りました、よかった、はい、じゃあそのおかげで入っちゃったのかな、はい、絶対そうですね。じゃあまた、はい、また奢ってあげるね申し訳ないいやいや決めてくれるんだったら全然ね、ご飯を奢るぐらいいいですよで、ね、やっぱりいいところはすごいあのスピードがあるプレーとどんどん仕掛けていくところだと思うんだけど、はい、あのファンの方とかからはそういうふうに声かけていただけるのかな、どんな声かけていただくのか。ファンの方はどうなんですかね、あんまり試合後とかにお話してない、してる、今日もお疲れ様って感じ。そうですね、お疲れ様ですって言われて、うん、あの点決めましたって言ったら、うん、見てましたって言われて、そうだよね、そうだよね、はい、見に来てる人に決めましたって言ったので、ハイタッチするくらいですかね。あ、そうだね、はい、お、今回はお母さんとかは、あ、家族が来てくれてたの、はい、あの妹がいつも来てる時に点取れるんで、うんうん、おー、じゃあ毎試合ね来てもらわないとだ ね、妹さんは静岡に住んでるの、静岡ですね、はい、じゃあ毎試合来てって私からも言ってましたって伝えておいて、はい、あのね、メッセージで、はい、あの質問が来てたんだけど、はい、みんなに聞きたいことっていうので、はい、オルカに入ってよかったこと、はいはい、教えてくださいっていう質問が来てたんですけど、はい、オルカに入ってよかったことたくさんあると思うんだけど、いくつでもいいから教えてください、はい、
一番は選べないんですけど、うん、まあ、一番感じたことは、うん、たくさんの人に応援されるっていうことの幸せをすごく感じていて、うんうん、あのどこへ行ってもこう応援してくれてる人が、うん、声をかけてくれたりとかして、うん、でまあ、初めて自分は職場というものができて働くっていう環境にいるんですけど、すごく職場の人もよくしてくれて、まあサッカーをしやすい環境をいろんな人が作ってくれるっていうことが、もうああこんなに支えられてサッカーできてるんだなって思って、すごく幸せだなと感じます。そうだね、はい、特にね、あの平野選手がいる検査室はすごいもんね、はい、すごいです、もう熱烈な投資で、はい、部長さんからね、はい、一番あの熱烈な後押しももらってますし、はいはい、ね、課の方たちもすごいもんね、はい、ボランティアで手伝ってくださったりもしてましたもんね、はい、ありがたいですね、そういうのね。じゃあ今回も、はい、あ、次節も、はい、ホームでの試合ですけど、はい、それで、あの、今回は運動会とか重なってないから、はい、もっとこの間よりもたくさんの人が見に来てくれると思うんですけど、そうですね、はい、そのファンサポーターの方に、最後に一言意気込みをお願いします。はい。はい、また、得点取れるように、前日にコズさんに奢ってもらうんで、皆さん楽しみにしててください。たくさん応援来てください。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次に宮本選手のコメントです。宮本選手にお話を聞いてみたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか？今季ずっとコンスタントに試合に出ていると思うんですけど、はい、初めてのこのなでしこチャレンジリーグ、はい、こういうチームに入って、はい、大学卒業してね、はい、入ってみて、環境にはだいぶもう慣れましたか、はい、そうですね、周りの方々に支えられて、うん、いつも助けられて、うん、やっと慣れることができていると思います、はい、サッカーではどうですか、はい、最初の頃はちょっと戸惑いとかありました？はい、大学でやったんですけど、うん、まあ、練習の中の質とか試合の質もそうですし、ここのレベルが高い選手が多いので、その差に戸惑いを感じながらやっていました、うん、でも今は慣れて自分のストロングポイントもだいぶ出せるようになったんじゃないですか？はい、周りの選手の後押しもあって、うん、徐々に出せるようになってきたかなと思います。じゃあ宮本選手のストロングポイントはどこですか、はい、いくつも言っていいよヘディングです。ああ、ヘディングね。試合でもね、何回も、もうバーテだったら4点かな。はい。バーテだったら。チームトップだったんです。そうだね。はい、コーナーから本当ね、今シーズン、はい、あのシーズンインの前に練習試合何試合もやったけど、はい、ヘディングでもうすごく決めてたもんね。そうですね。練習試合では決めさせてもらえて、うん、でもちょっと公式戦では。ちょっとバーって状態に。そうだね、はい、もうちょっともう本当もうちょっとなのにね、はい、いやでも初得点狙っていってんだよ ね、 そうですね、はい、大事なアシストをその力みが、はい、出ちゃってんのかな、はい、あとはキックだよね、なんといってもありがとうございます。いいところすごいキック力だもんね、綺麗にミートしていいキックするもんね、はい、まだ質が、はい、ああ追い求めてるんだね、もっと上を味方と受け手と出し手を合わせて、はい、うん、しっかり自分が思ったところに蹴れるように、うん、まだまだ練習していかなきゃいけないなと思います。そうだね、まだ一回りしかしてないからね、はい、これから合わせていきたいですね、はいはい、じゃあね、質問があったんですよ、メッセージで、はいはい、オルカに入って良かったことって何ですかっていう質問なんだけど、はい、オルカに入って良かったこといくつでもいいんで、何個か言ってください。オルカに入ってよかったことは、まあ、人としても、うん、選手としても成長できるっていう環境に自分が入れるっていうことと、うん、あとは周りの人に多くの人に支えられて応援 し、うん、してもらえているんだなっていうことを改めて感じています、うん、職場ではどういうことやってるんですか？職場では、患者様を、うん、検査室に
案内したり、うん、検査が終わられた患者様を病室に案内したりっていう搬送っていう業務をやらせていただいてます。入院患者さんと主に、はい、あ、そうですね。あ、そういうことね。へえ、大変ですか？歩き回ってます。歩き回ってんだ、はい、ちょっと疲れる？そんなことない？だいぶ慣れました。だいぶ慣れました、はい、そうですか。じゃあ、じゃああれはどう思いますか？あの鴨川の陸上競技場で最初に試合やった時に、はい、もうすごくたくさんの人来てくれたじゃないですか、はい、そういうのは初めて見てどう思いました？今まで、うん、そういう観客席が自分がいるチームのカラーに染まって応援されてるってことが経験なかったので、うん、まず一目見た時に感動して、うん、そうだよね。で勝ったら喜んでもらえて、うん、でそういうことをできるように、うん、喜んでもらえるように自分がもっと頑張っていかなきゃなって思いました。そうですね、すごく温かいですよね、はい、で今週末もねたくさんのお客さんが来てくれると思うんですけど、はい、そういうお客様に、ファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いします、はい、いつも温かい応援ありがとうございます、今週も無失点で、勝ちたいと思います、皆様に喜んでもらえるよう一生懸命頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。平野選手と宮本選手のコメントでした。どうですか、試合見ててこの新人コンビさんは。コンビさん頑張ってますね。頑張ってますよね。平野選手は、はい、初先発。そうですね。そうですよね。そうですね。でも自信なかったんです。初先発ですよね。そうですね、多分。うん。緊張したんですかね。どうなんですか。なんかそういう感じしないですよね。うん、いつもなんか、うん、いつもニコニコ元気だから、うん、なんでしょうね。いや、まあ今時の子ですよね。若くて元気だな。そうそうそう、うん。ニコニコ明るく、うん、動じないというか。そうですね。ひょうひょうとしてるっていうんですかね、うん。スピード感がすごいですよね。いつもこう。足が速いんでやっぱワクワクします、うん、ワクワクしますね、うん、そういうあの顔も可愛いけどやっぱりそういうプレーの面でもファンは多いはずですよね、絶対ね。そうですね、うん、これからも期待したいですね、はい、宮本選手は比較的ね大卒の選手だと落ち着いてる感じの子ですけどね、うん、どうですか。なんか目立た話したことあります？あ、話します。なんか真面目で本当にいい子ですよね、うんうん、そうそう、すごくねなんか普段の時でもこう周りに気が使えるっていうか、うん、いつもスッて気づいて足が動くっていうすごくいい子だなっていう印象ですね、うんうん、なんかピッチでは結構なんていう地味にプレーして目立たないって、ね、うん、派手さはないけど、うん、堅実にみたいな感じなんですかね。そうですね、安定してますね、うん、たいですね、これからね、はいはい、次の試合は5月29日日曜日13時キックオフ、場所は鴨川市陸上競技場です。たくさんの方々の熱いサポートをよろしくお願いします。それでは今日もメッセージが届いていますので読ませていただきます。キミジーさんからのメッセージです。ありがとうございます。こんにちは、キミジーです。6戦全勝おめでとうございます。強い監督の采配うまくいってますね。新加入の選手の皆さん、鴨川には少し慣れましたか？選手同士のコミュニケーションはバッチリみたい。22日の BU の試合も見に行ったよ。北本監督はじめ選手の皆さん、オフなのに応援に駆けつけてきましたね。後半途中までハラハラでした。終わってみれば4対2で快勝、やったね。長いメッセージでごめんなさい。7連勝を目指して頑張、またね。ありがとうございます。ありがとうございます。次いきますね、はい、大正ロマンさんからのメッセージです。ありがとうございます。こんにちは、大正ロマンです。順調な滑り出しでいよいよ2巡目を迎えるオルカ鴨川 FC ですね。そこでちょっと質問があります。オルカ鴨川 BU というチームが今季からスタートしますね。ところで BU って何のことでしょう？我々がいつも応援しているのはトップチームっていうのかな。なんかその辺のことが曖昧で理解しづらくてね。小津さん、熊さん、その辺のことを教えていただきたいです。 BU チームも頑張ってほしいですね。高橋明乃選手応援してます。大正ロマンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。
そうですね、あの一般の方はちょっと分かりづらいですよね、はい、言われて分かりづらかったかもしれないですね。はい、BU っていうのは、オルカ鴨川 FC の B ユナイテッド、はい、セカンドチームですよね。育成チームですね、はい、私たちがトップチーム、はい、で BU がそうですね育成チームで、はい、B ユナイテッド、オルカブルー、うん、いろいろね、そうです、国際武道大学 IBU のとこ、いろいろも連合軍っていう意味も込めて、はい、BU っていうんですよね。はい、うん、それはあの高橋昭乃選手、佐々木遥選手、山下夏樹選手、鈴木優奈選手、4人、あと田中里奈が5人ね、うん、あのそうトップチームに去年まで所属してた選手も、今季からは BU で引っ張っていってますよね。はい、この間の試合も4対2で良かったですね。良かったですね。本当ハラハラしましたよね。しますよね。なんか一点すぐ取ったんですよね。開始何秒かで海老名歩美選手が速攻で点取ったんですよね。そうですね。で一点取られて追いつかれて、で次も海老ちゃんが取ったんでしたっけ？リナ選手、フォワードの選手が点取って 2-1 になって。また追いつかれて、じゃあとりあえずシーソーゲームというか、あ、いや、あのまたあゆちゃんが決めたんですよ。で最後にもう何回もチャンスがあったけど、ね、決めきれなかった高橋昭乃選手が4点目を決めて4対2で見事初戦をね勝利で飾ってくれたんですけど、緊張したでしょうね。もうはるかなんかはキャプテンを任されて、もう気が気じゃないって感じでしたもんね。朝からもうすごく口数が少なかったって言ってましたよ。あ、本当に。はい、もう本当緊張しましたっていう風に言ってて、やっぱりトップの選手もね、いつもあの試合の運営とかお手伝いしてくれてる、支えてくれてる BU のねチームを少しでも応援したいってことで、トップの選手もね何人も集まってましたよ ね、 みんなね、うん、たくさんの選手たちが来て、スタッフも来てくれて、そうですね、あんまり大声で応援しちゃいけないっていうグラウンドの都合上そういうルールなので、あ、ちょっと静かに観戦してたけど、はい、やっぱり声が出ちゃいますね、ナイスとかね声が出ちゃう時がありましたね。でももう最後はね高橋選手がしっかり決めてくれて良かったですね。良かったです。あの挨拶にこっちにね、うん、観客席に来てくれた時もみんなのあのほっとした笑顔が忘れられないですね。あとトップチームの選手が作ってくれた横断幕と、うん、あとあのあと新作さんから、はい、斉藤新作さんからの差し入れのね横断幕すごく良かったです ね。あのまずね、あ、BU の選手からトップの選手に開幕前に横断幕をプレゼントしてくれて、それがね私たちの励みにすごくなったの で、ね、みんなからもね、うん、プレゼントしたいっていう思いでね送り合いみたいになって、うん、よかったです ね、 すごいね、ちょっとお互いのね絆を感じましたね。はい、はい、じゃあ次の、はい、次の BU の試合ですけど、6月5日15時10分、福田電子スクエアでフットクルセイダーズさんと対戦します。6月5日の15時10分からですね。はい、トップの試合が6月4日ですか、ね、次の日ですね、はい、両方参戦していただいてお願いしたいです ね、 ですね、サポーターの皆さんオルポの、 あのスタンプ、オルカのスタンプ、はい、ポイント カードっていうんですか、あ、そうですね、うん、BU の試合でもそれをもあのそう持ってくると、持ってきていただけるとスタンプ押せますので、押せますので、それもぜひ持参してください。応援に来てください。はい、あ、そうですね、トップのチームの告知は、今週は次の試合は5月29日日曜日13時キックオフですね、はい、場所は鴨川市陸上競技場です。同じですね、はいはい、それではオルカ鴨川市がお送りしているオルカスマイルコミュニケーションラジオ第7回目もお聞きいただきありがとうございました。お相手は17番木原梢と事務局白熊ゆけいでした。それでは今週末もスタジアムでお会いしましょう。さようなら。